2024年1月からついに新NISA が始まります。でも投資はそもそも怖い、 NISA がどういうものかわからないと学んでこなかった方も多いことでしょう。ですがこれからの時代で投資を避け続けるということは人生を損しながら生き続けることと言っても過言ではないくらいに厳しい選択になります。投資をしている人、していない人で明確な格差が出てくるようになるでしょう。これは決して脅しではなく、自らの人生設計を考える上で本当に重要だと思う情報を盛り込んでいるからこそあえてお伝えしています。特にまずは知っておいてほしい、そんな情報を詰め込んでいます。知らなければ判断をすることもできませんから、まずは動画をご覧になっていただき、投資をするのか否か、新NISAを活用するのか否か、どのようなスタンスで投資と向き合うのかということをまずは考えていただければと思います。とにかく最後までご覧いただければあなたの金融経済リテラシーが高まること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。冒頭でこれからの時代で投資を避け続けるということは人生を損しながら生き続けることという強い言葉を使いましたが、これにはどういった意味があるのでしょうか。それは貯金だけだとあなたの大切な資産を守ることができないということを意味しています。一番堅実な貯金をしているのに何を言ってるのかと思う方もいるかもしれませんが、これは何も大げさな話ではないんです。まず残念なことに今の日本では貯金だけでは資産を増やすこともそもそも守ることすらできません。なぜなら普通預金の金利が現在たったの 0.001% だからです。これは100万円を1年間銀行に預けた場合に1年間で10円が増えるということです。しかし ATM で1回お金を引き出すと時間帯によって110円から330円ほどの手数料が取られます。預けたお金を引き出すというだけで赤字になるシステムなんです。1年間預けてようやく得られる金利がたった1回の手数料で全てなくなり赤字になってしまうわけです。ではなぜこのような状況にもかかわらず貯金だけをしている人が多いのでしょうか。それはバブル時代の影響がその後の日本人の経済観に大きな影響を与えているからだと考えられます。まず1990年代までは郵便局の定期預金を使えば最低でも1年間で金利が 7% 以上もつきました。これは100万円を預けると1年後には銀行口座が107万円になっているということです。今の金利では10円ですからその差は歴然です。つまり昔の日本ではわざわざリスクを取って投資をしなくても何も考えずただ貯金さえしていれば資産は自然と増えていったということです。ただその後にバブルは崩壊しました。その時に不動産や株を借金をしてでも買っていた人が多くの損害を受けたため投資は危険だという話が急速に広まったのです。つまり貯金さえしておけば大丈夫と投資は危険という話が混じり合い、その後の日本では投資は広まらず、やっぱり堅実な貯金が一番だよねという価値観が広まったのです。ただそこから時代はまた変わってきています。先ほどの通り銀行に預けていてもお金は増えない超低金利時代に入りました。その上現在の世界情勢を鑑みればインフレによってお金の価値は下がっていくという傾向にあるんです。インフレとは物の値段が高くなる現象のことです。例えば1本10円のうまい棒は2022年に12円へと値上げをしました。これは今まで10円で買えていたものが12円のお金を出さないと買えなくなった、つまりお金の価値が下がったということでもあります。これは他の商品やサービスでも同じことです。価格が上がるということはインフレが進んでいるということになるんです。そもそも日本でも世界でもその多くがインフレ率を毎年 2% 上げるということを目標にしています。これは適度な物価の上昇が経済にとって好ましいと試算しているからです。ちなみに日本は
2023年は 2% を超えるくらいのインフレ率で推移しています。アメリカは目先多少落ち着きそうな雰囲気ですが、高い時は 8% 以上もインフレ率は上昇してきましたから、世界基準で考えると物の値段が上がる、インフレが起きるというのはそもそも当たり前の話なんです。そしてこのインフレ時代に最も価値が目減りする資産が現金なんです。なぜなら、例えば100万円を貯金したままでいる場合に、物の値段が上がり、インフレ率 2% が進んでいくと、その価値は実質 2% 分目減りしたということになります。貯金していれば、金額そのものは変わりませんが、それよりも重要な価値が下がっていくということに目を向けるべきなんです。インフレ時代においては、10円だったうまい棒が12円になるように、100万円だったものはやがて120万円になるんです。同じものでも、今まで買えていた価格では手に入らなくなるように、お金の価値というのは常に変化し続けるわけです。さらに、日本的な構造で見てみると、問題はより根深いです。年金制度は崩壊しつつありますし、企業単位で見ても退職金は年々減少傾向にあります。実際に厚生労働省の調査によると、2008年には2280万円あった退職金の平均額は、2013年には1941万円、2018年には1788万円となり、この10年間で退職金は平均で492万円も減少しています。その上、終身雇用制度を取りやめるという企業も出てきました。他にも、税金や社会保険料負担率が上昇傾向にあること、老後2000万円問題の登場など、投資を避けて通れない理由というのは山のように出てきます。国も企業も、もう今までのように全員の面倒を一生涯見るなんていう余裕はなくなってしまったわけです。今回のNISAという制度も、よく言えば優遇制度を作ってくれているということですが、それは裏を返せば自分たちでもう準備しておいてねというメッセージでもあります。だからこそ投資と経済の学びが急務だと思うわけです。まさに大人の必須科目です。なので僕は基本的には投資推奨派ですが、ここであえてリスクについてもお話ししておきます。ちなみに僕自身投資歴は10年以上ありますし、株だけではなく仮想通貨や先物に FX などハイリスクハイリターンな商品も一通り経験してきましたが、考えられる最大のリスクとは何でしょうか。それは投資した金額を全て失うということです。そしていかなる投資も常に自己責任にありますから、どれだけ損をしたとしても誰も損失を補填してくれませんし、助けてもくれません。ですがこれも考え方次第です。例えば、全財産のうち 5% でハイリスクな投資をしていたら、すべて失ったとしても、なくなるのは全資産の 5% 分だけです。そう考えると、投資資金をしっかりと管理さえすれば、ハイリスクな商品すらもそれほど恐れる必要はないということがわかります。リスクをただ怖がるだけではなく、冷静に、自分にはどれだけ投資できる余裕があるのかというのを俯瞰してみてリスクと向き合うことが大切だと思います。ただ、ほとんどの場合、投資した金額を全て失うというケースは少なくて、想定されるのは元本割れのリスクです。つまり、投資した価格よりも株価が下がってしまい損をしている状態のことです。ですがこれも長期投資を前提として、成長と値動きの安定している商品を選べば、そのリスクは限りなく下げていくことは可能です。このあたりも詳しく解説していきますので、この後もしっかりと学んでいってくださいね。ではここで、新NISAについての解説をしていきます。そもそもNISAとは、個人の資産運用を後押ししようと国が作った税制の優遇制度のことです。普通、投資で儲けた利益には税金が 20% 程度かかるので、10万円儲かったとしても2万円程度は引かれてしまいます。それがNISAなら税金がかからないので、丸々利益の10万円を受け取ることができるのです。これが最大の特徴です。これまでは大きく分けて積立NISAと一般NISAという2つの仕組みがありました。それが1月から、
それぞれ積立投資枠と成長投資枠という名前に変わり、新NISAとして始まります。この新NISAに変更になるにあたり、特にポイントとなる変更点が4つあります。1つ目のポイントは、積立NISAと一般NISAの2つを併用して使えるようになるということです。旧NISAでは先ほどの通り、積立NISAと一般NISAの2つに分かれていて、どちらか一方を選ばなければなりませんでした。積立NISAは金融庁が選んだ特に安全性の高い投資信託のみに投資できるというもので、いわば投資未経験者向けでした。もう一方の一般NISAの場合は、ある程度自分の好きな株に投資できるというもので、いわばこちらは投資をすでにやっている人向けのプランという感じでした。これが新NISAでは同じような内容で、積立投資枠と成長投資枠という名称に変更され、どちらかを選ばなくてもこの2つの枠を併用して使えるようになったというのがポイントです。こちらも同様に、積立投資枠は金融庁が選んだ特に安全性の高い投資信託のみに投資できるというもので、一方の成長投資枠では自分で選ぶ個別株などにも自由度高く投資できるということに変わりはありません。二つ目のポイントは、限度額1800万円まで投資できるようになるということです。投資できる金額が年間360万円に増額し、生涯で1800万円まで非課税で投資することができるようになります。先ほどの積立投資枠では、1年間に投資できる金額が40万円から120万円になり、一方の成長投資枠では投資できる金額が120万円から240万円になります。そして先ほど説明したように、この2つを併用して使うことができます。つまり1年間に投資できる金額の限界値は、積立枠の120万円と成長枠の240万円を合わせた合計360万円になるということです。今までは使い分けが必要だし、上限額も少し物足らず、どうしても非課税のインパクトが弱かったのですが、新NISAでは1年に投資できる金額も、生涯に投資できる金額の上限も、どちらも大幅に増えたということになります。例えば新NISAの合計投資枠1800万円を最速で使い切るには、1年間で360万円ずつ、それを5年間投資し続ける必要があります。もし夫婦なら合計3600万円の非課税投資枠になりますから、一般人には十分なだけの投資枠ができたと言えるでしょう。ちなみにこの投資枠はすべて買い付け額ベースで計算されます。これがどういうことかというと、例えば100万円分の株を新NISAで購入して、それが運よく数年で価格が1800万円になったとしても、非課税枠はまだ1700万円分残っているということです。投資したタイミング、つまり株を買い付けしたタイミングでの金額がカウントされるということです。3つ目のポイントは、運用できる期間が恒久化されるということです。実は旧NISAでは非課税枠で投資できる期間が限られていました。積立NISAの場合は20年間、一般NISAの場合は5年間です。特に一般NISAの方は期間が5年間だったので、せっかく非課税の投資枠があっても、それがちょうど投資してから5年経った頃に株の暴落が起きて、保有している株がマイナスになっていたら非課税の恩恵を受けることはできなかったんです。それが新NISAではその期間が恒久化、つまり実質無期限になっているため、株を持ち続けようと思えば死ぬまで株を非課税で持ち続けることもできるようになっているんです。これならリーマンショックやコロナショックなどの暴落が起きても、その期間では株を売らずに保有しておいて、その後に来る株価の上昇局面をゆっくりと待ち、売却のタイミングを考えることができるようになるんです。4つ目のポイントは、投資した株を売れば非課税枠が蘇るというものです。例えば2024年から5年間、毎年満額の360万円を投資したとして、2029年には生涯投資枠の1800万円になります。その翌年に100万円の株を売却すれば、
2031年にはもう一度100万円分の非課税枠が蘇ってきて、また非課税枠として100万円を新たに投資できるのです。ただ年間の上限は積み立て枠120万円、成長投資枠240万円の合計で上限360万円という縛りは変わりませんので、そこはご注意ください。こちらも運よく株価が値上がりしたというケースを見てみましょう。例えば1年目に100万円の株を買ったとすると、残りの非課税枠は1800万円引く100万円で1700万円になります。ここで投資した100万円の株が嬉しいことに値上がりして150万円になったので、全て売却するとします。本来は50万円の利益に対して約 20%、 つまり10万円分の税金がかかりますから、手元に残るのは40万円となります。これをNISA枠で投資していた場合、50万円の利益には税金がかからず、利益が丸々手に入ります。その上、翌年の合計の非課税枠がまた1800万円に戻るということです。つまり年間を通じて何回か株の売買をする人は、生涯で実質1800万円以上の金額を非課税で投資することも可能になるということです。では実際に新NISA を活用するとなった時に、どのように活用するのが賢いのでしょうか。投資スタイルは千差万別なので、これはあくまで個人的な考えではありますが、できるだけ早くに満額の1800万円を S&P500 インデックスファンドに投資するというのがおすすめの活用法です。聞き慣れない人にとってはまるで呪文のようですが、これがどういうことか一つずつ解説していきます。まず S&P というのはアメリカに本社を置く格付け会社スタンダード&プアーズの略称のことです。その格付け会社がアメリカを代表する500社、例えば Google、Apple、Amazon などを選定したものが S&P500 になります。その500社の時価総額をまとめたものが、そのまま S&P500 という指数になっています。これは日本でいうところで僕たちがよく目にする日経平均株価と同じようなイメージです。この500社の時価総額を指数にすることで、わかりやすくチャートで表すことができるようになります。つまり S&P500 のチャートが上がっていれば、アメリカを代表する企業が成長している、つまりアメリカ経済そのものが成長しているということです。逆に S&P500 が下がっていれば、アメリカの経済が弱ってきているということを表します。言ってしまえば S&P500 の数字はアメリカ経済の大半を表している数字ということになります。さて、過去の S&P500 のチャートを見てみると、パフォーマンスはかなり高いことがわかります。これはアメリカには GAFAM と呼ばれる Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft といった世界的な大企業があるだけではなく、新しく成長してきた Tesla、Netflix、Zoom、最近だと OpenAI などの注目企業が次々と生まれているということからも実感できますよね。その上、S&P500 は1年に4回も業績などによってその500社の入れ替わりが行われているので、常にアメリカを代表する業績の良い500社だけが選ばれているということは非常に注目すべきポイントです。実際 S&P500 は1957年に導入されて以来、年平均で約 10.7% の上昇率を記録しています。つまりこの間にアメリカの経済に100万円投資していた場合、1年後に110万円になり、2年後には121万円、3年後には133万円と増えていき、7年後には資産が2倍になるほどの成績です。もし投資期間が25年間であれば、資産は10倍にも膨れ上がっています。ちなみにここ最近の過去10年間で見ると、それを上回る年率約 14.7% の上昇率を記録しています。これはもしかしたら出来すぎな数字かもしれませんが、今後も年率 3-7% 程度の成長をしていくという可能性は十分にあると考えられます。なぜならアメリカというのはドルを吸っている通貨覇権国であり、
先進国の中で人口が増え続けている国であり、経済成長やイノベーションが生まれやすい、そんな文化が整っているからです。ここまでを聞いて、もうそれなら S&P500 に選ばれている企業に投資したいと思う人もいることでしょう。ですが、500社をすべてバラバラと個別に購入するのはとても大変なことです。それを投資ファンドがまとめているパッケージ商品があります。それがインデックスファンドと呼ばれているものです。つまり S&P500 インデックスファンドというのは S&P500 社をまとめたパッケージ商品ということです。具体的に新NISA で購入するときの名前だと eMaxis Slim 米国株式 S&P500 というものになります。投資ファンドに運用してもらうということで手数料こそかかりますが、それも破格の年率 0.09372% という非常に安い運用コストです。これは100万円投資していた場合に年間約937円の運用コストがかかるということです。937円を支払って年 3から7%、 もしかしたら 10% 以上のリターンを狙いに行くということです。これが良い投資だと思えば実際に投資すれば良いですし、これが割に合わないと思えば投資しないというのが投資を決めるスタンスになるわけです。ここでその数字は魅力的だけど、それはアメリカ頼みってことでしょ。もしアメリカで何か起きたら総倒れになるんじゃないのと思う方もいることでしょう。それはその通りで、アメリカ頼みというリスクや、そもそも地理的なリスクを分散したいという人もいるかと思います。よりリスクを抑えて、アメリカだけじゃなく、日本やヨーロッパ、成長著しいインドなども含めて、より幅広く投資したいという場合には、全世界に投資するという方法もあります。具体的には、eMaxis Slim 全世界株式オールカントリーという商品がそれに当てはまります。先ほどのアメリカの S&P500 のパフォーマンスには多少劣りますが、それでも十分な投資成績が見込まれます。なぜなら、国連の調査によると、2030年までに世界の人口は85億人に達し、2050年には97億人に増加するものと予想されているからです。人口が増えればその分、より多くの食料やサービスが必要になるため、そこに関わる経済規模は必然と大きくなっていきますから、GDP も伸びていくと考えるのが自然です。日本も高度経済成長期には人口が増える人口ボーナスがあったからこそ、力強く経済が成長していきました。ですが、ここでもし、これからの世界人口は減っていくし、経済成長もしないと考えるのであれば、これもそれが投資を決めるスタンスになるということです。ちなみに、eMaxis Slim 全世界株式オールカントリーの運用コストは、年率 0.05775% となっていて、先ほどの S&P よりも少し安くなっています。よりリスクとコストを安く抑えたいという方には向いている商品だということです。ただ一点だけ注意すべきポイントがあります。それは全世界株式で投資している国の内訳というのを見てみると、アメリカが 60.6%、日本 5.5%、イギリス 3.8%、中国 3.6%、インド 1.4% という具合にアメリカの比率が高いということです。つまりオールカントリー、全世界に投資してもそこには結局アメリカが 60% も入っているということです。それくらいアメリカ経済の影響力が凄まじいということではありますが、全世界に均等に投資していると思っていると、実はその半分以上がアメリカに投資しているということになっているので、イメージと実際のギャップには注意した方が良いということになります。さて、加えて先ほどできるだけ早くに満額の1800万円を S&P500 インデックスファンドに投資するというのがおすすめの活用法とお伝えしました。ここまでで S&P500 インデックスファンドに投資するという部分がご理解いただけたかと思います。続いて、できるだけ早くにの部分についても解説していきます。この理由はシンプルで、早くに投資を始めた方が複利の力によってお金が増えるスピードが速くなっていくからに他なりません。
仮にNISA枠の満額1800万円を投資で使い切ってから、そこから追加投資はせずに年率 5% で5年、10年、20年、30年間とほったらかしにした場合に、利益額にはどれくらいの違いが出るのかを見てみましょう。あくまで年率 5% の場合ではありますが、利益額は5年で497万3068円、10年で1132万103円、20年で2975万9359円、30年で5979万4963円になります。この利益額の部分が丸々非課税になるということですから、非課税の恩恵を生きている間に最大限受けるという条件であれば、なるべく早めに満額を使い切ってしまうというのが最善策になるわけです。もちろん、毎月コツコツと同額を積み立てる場合にも、複利の力は効いてきます。視点を少し変えて、例えば、老後2000万円問題解決のために、2000万円の資産を作りたいと考えた時のシミュレーションをしてみましょう。例えば、年率が 5% だとすると、もし投資できる期間が30年ある場合には、月々24,031円を積み立てれば、老後2000万円問題は解決できてしまいます。そのうち、投資する元本は約865万円のみでよくて、残りの約1135万円は全てが運用益ということになります。続いて、もし投資期間が20年の場合はどうでしょうか。月々48,658円の積み立てが必要です。投資する元本は1168万円になり、残りの約832万円が運用益ということになります。では、もし投資期間が10年しかない場合はどうでしょうか。月々128,798円の積み立てが必要です。投資元本は1545万円で、運用益は455万円くらいになります。これももちろん、10年間投資をしているからこそ得られる利益なので、いずれの結果にしても素晴らしいものではありますが、ただ単に早くに投資をするというだけで、2000万円という目標額に対しての投資元本や、それを用意する努力やストレスというのは随分と小さくなるのではないでしょうか。これこそができるだけ早くにという理由になります。さらに、もう少し細かな話をすると、日清基礎研究所の調査では、毎月分割で積み立て投資を行うよりも、毎年1月に一括投資をした方が成績が良い傾向にあるという報告がされています。ここ23年間のデータで見てみても、S&P500 でも、オールカントリーでも同じように、1月に一括投資をするというのは高い勝率になっています。要するに、投資余力があるという人は、1月に成長投資枠240万円を使い切り、1月から毎月積み立て投資枠の10万円を積み立てて、合計で360万円を最速で使い切るというのが、過去の数字上では最も結果が出やすい新NISAの使い方と考えられるわけです。ではここまでの話をまとめます。複利の力を生かすためにできるだけ早くに、非課税の恩恵を最大限受けるために満額の1800万円を使い、長期的にリターンの見込める S&P500 指数に投資をします。その中でも手数料の安いインデックスファンドがおすすめということです。これが章の最初に申し上げた、できるだけ早くに満額の1800万円を S&P500 インデックスファンドに投資するの正体ということになります。ではここまでのお話を聞いて、実際に新NISAを始めてみたいけど具体的に何をしたらよいのということを補足しておきます。まずそもそもどこの証券会社の口座が良いのかということですが、これは SBI 証券で必要な機能は全てこと足りると思います。無駄な手数料もかからない上にアプリも使いやすく、さらに言えば2023年7月末時点で預かり資産残高が30兆円もあり、国内シェアが高いので、そう簡単に潰れるということも考えづらいです。ただ、
楽天経済圏にいて、日頃から楽天銀行やサービスを使いこなしているという方であれば、楽天証券でも全く問題はありません。なお、どちらもネットでの口座開設を申し込みなら、10分くらいで申し込みできてしまいます。もちろん、口座を開設したからといって、焦ってすぐに投資をする必要もありません。自分は月々いくらであれば無理なく投資ができるのか、目先何にお金を使う予定があって、どれくらいの現金余力を持っておくのが良いのか、そんなことをシミュレーションしてからでも大丈夫です。ただし、口座を持っておかないと、いざ投資をしたいというタイミングで動けませんし、新NISAが始まるというまたとない機会を逃さないためにも、必要だと思ったタイミングで概要欄とコメント欄に置いてある URL からサクッと口座開設までを済ませておくことをお勧めします。ちなみに SBI 証券では最小額100円から積み立て NISA が始められます。100円ですからね、ジュース1本を買うくらいの気軽な気持ちでスタートしてみたら良いと思います。そして投資を少額でも始めてみるということで、見える世界は本当に広がります。世界情勢や経済ニュースなんかも目につくようになり、自然と勉強するようになりますし、より金融リテラシーを高めるにはどうしたらよいのかと、実際にお金を投じてみることで真剣に学ぶようになります。投資した金額以上に学ぶことの素晴らしさ、そして学ぶことがダイレクトに自分の資産に返ってくるということで、とても良い循環が生まれると思います。僕自身もそうやって知識と資産を両輪で増やしてきたからこそ、ここはぜひお伝えしたいなというポイントです。大人の学び直し TV で見る動画も、また一味違った視点で見れるようになると思います。新NISAという想像以上に素晴らしい非課税制度がスタートする2024年を機に、投資に向けての一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。なお、僕の公式 LINE では、さらにもう少し突っ込んだ投資のテクニックや、世界経済情勢ニュース、またそもそも投資をするための入金力を高める方法などを LINE のお友達だけに随時配信していきます。お金のリテラシーをもっと高めたい、学びたいという方は、ぜひ概要欄とコメント欄から LINE のお友達に追加して配信をお待ちください。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。